皆さんこんにちは。ホジロ写真家タイムラプスクリエイターの成沢です。私は今栃木県那須高原にある東亜ピュアコテージというところに来ております。今日は日本旅行さんの星空撮影会が、開催されるということで、私講師を務めておりまして、今日は同行しております。日中はあいにくの雨で非常に冷え込んだんですが、幸運なことにですね、今日遅くなればなるほど、晴れになる予報ということで、だいたい10時ぐらいから雲が取れて、星空が撮影できる環境になるんじゃないかなというふうに睨んでおります。ですので、今ね、もう、とりあえず夕食を終えて、お客様には9時ぐらいまで、体を休めてくださいと。まあ、温泉入ったりね、ちょっと宿泊施設を楽しんでいただいて、9時半に集合して、22時から撮影に行きましょうというふうに伝えています。今日はこの、東亜ピュアコテージに隣接している、那須ハイランドパークという遊園地があるんですけど、その遊園地を貸し切ってですね、遊園地の中で、星空撮影ができるということで、私も撮ったことない構図が撮れるということで、非常に期待しております。まあ、こういう時ね、だいたい次の日まで雨だともう勝ち目ないんですけど、次の日の午前中の予報が晴れだったので、あ、これはまだ勝ち目があるなということで、まあ、今日参加されたお客様も最初は、ね、今日雨だから、どうだろうね、みたいな話をしたんですけど、まあ、自分は今日は勝ち目はあるなということで、まあ、皆さんにですね、ちょっと希望を与えつつ、今日晴れるんで、頑張って準備をしておいてくださいということをお伝えしていたんですね。コロナウイルスの影響で、しばらく開催できなくて、半年ぶりの開催かな。最後に開催したのは2月の伊豆大島での撮影ツアーが最後だったので、約半年ぶりの開催になります。久しぶりに、いつもご参加いただいているお客様とこう会話したりしてですね、久しぶりに会えてよかったなって本当に嬉しく思った次第ですが、まあ、半年ぶりのこの撮影会ですから、今日は何としてもね、皆さんに美しい星空を撮影していただいて、帰っていただきたいなと思ってますね。はい、では私もこれからちょっと体を休めてですね、撮影に備えたいと思います。じゃあ行ってみましょう。えいえ。ね、この後はもう、晴れてますよ。はい、そうですよ。GoPro ですか？これ、オズモアクションってやつですね。さすがに夜は全然ダメだな。ああ、出てきたよ。出てきたよ。もうちょっと晴れて、あ、カメラには星はそれなりに映るんだな。雲が邪魔なんだね。あっちの火星のあたりとかも。うん。そうですね。そのぐらい晴れてほしい。あのぐらい全部晴れてほしい。火星明るいな。あ、ま、火星が曇った。オリオン座出てきそうだよ。来ますか。これ超雰囲気あるじゃん。これでもこの写真、ここで写真撮ろうって売り出したら人来るんじゃないのこれ。ねえ、別の自由生まれますよね、これね。
っちも雰囲気いいんだよな。あ、またなんか西側晴れてきましたね。うおさお、もう向かない。これからという感じですが、タイムアップです。またここで撮影会を開催したいですね。とても綺麗です。第2ラウンドでーす。あ、お疲れ様でーす。夏だとその天の川だけを指定して、ちょっと画像処理を加えるっていうことをやるんですけど、この秋から冬にかけてはそれ濃淡が少なくてですね、ここでいいんだねというふうに今出てる、うん、これ今アフターのやつですね。あ、アフターで、これ基本的にこれでもう OK しちゃえば、うん、いやー消えちゃった。はい、というわけで、無事日本旅行の撮影会終了しました。晴れ間にも恵まれ、皆さんそれぞれいい写真を撮ってですね、学ぶところが多かったということで高評価をいただき、私も大変嬉しく思います。またこの撮影会ですね、また実施していきたいと思います。また、皆さんと一緒にですね、星空を楽しむ機会が今後増えていければなと思います。いろいろ、まあ、今回ツアーをやって分かりましたけれども、感染症対策と、旅行会社の方でも、宿泊施設の方でもですね、いろいろ取り組まれているんだなっていうのが非常によく分かる、撮影会になりましたね。まあ、安心して私も今後、お手伝いしていこうかなと思います。それでは今日はここまでにいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけね。何撮ってんだよ。何撮ってんだよ。動画を撮るのよ。何撮ってんだよ。こういう仕事なんだよ、今。じゃあ、帰ろうかー。いいっす。